三重大学の教育や研究活動などに貢献した教職員に贈られる三重大学賞の授賞式が今日開かれました。授賞式で三重大学の伊藤正明学長は、今日が大学の創立記念日であることを述べた上で、今年は創立75周年の節目の年であり、これからも地域との関わりを大切にしながら研究や教育活動などに励んでほしいと挨拶しました。三重大学賞は教職員の意欲を高め活動の活性化を図ろうと設けられたもので、今年は推薦で選ばれた6人が受賞し、伊藤学長から一人一人に表彰状が手渡されました。中でも忍者研究の分野で国際的に活躍している人文学部の山田裕二教授は、地域に根ざすユニークな研究が大学を代表する活動になっていることが評価されました。まだまだ日本各地には忍者の資料がありますので、そういうのを発掘していろいろ調査をするのと、それから海外でいろいろ講演ということで忍者を世界に広めていきたいというふうに思っています。